バンランディは北欧神話に登場するユングリング家の一員でガムラウプサラにいたスウェーデン人の王である。彼はスベイグジルの息子で父の後を継いで王となった。彼はフィンランド出身の女性と結婚したが彼女のことを忘れてしまった。復讐のため女性はバンランディが死に至るまでも馬に乗られるような手はずを整えた。彼の後はその息子、 ビースブルが継いだ。スノッリーリ・ストルルソンはその著書、ユングリング家の佐賀において、バンランディについて書いている。バンランディは、スクータ川において燃やされた。夏、小川はその名前にほとんど値しない。そして今日、そこは、スカトゥンジーアンと呼ばれている。スノーリはまた、参考文献とした、ユングリンガタルの一部を書き入れている。ノルウェー氏は、ユングリンガタルの スノーリが引用したものより古い、ラテン語による概要を示している。さらにより昔の情報源である、アイスランド人の書は、ユングリンがタルでの家系の系統を列挙し、そこでまたスベイグジルの後継者とビースブルの先祖をバンランディガとしている。ありがとうございます。